カンザスシティチーフスはアメリカ合衆国ミズーリー州カンザスシティに本拠地を置く NFL チーム AFC 西地区に所属している第4回と第54回のスーパーボールで優勝しているホームスタジアムはゲハフィールドアットアローヘッドスタジアム本部と練習場はカンザス大学医療関連学部のトレーニング施設内にある1960年に 石油王のラマーハントによって、テキサス州ダラスにアメリカンフットボールリーグのフランチャイズとして、ダラステキサンズとして創設されたが、NFL はそれに対抗して、ダラスカウボーイズをエクスパンションチームとした。初代ヘッドコーチとして、ハントは当初バドウィルキンソン、トムランドリーに声をかけたが断られ、マイアミ大学のアシスタントコーチをしていたハンクストラムを初代ヘッドコーチとした。 コットンボールを本拠地として3シーズンの平均入場者数は AFL ベストの24,500人であった。最初の2シーズンで14勝14敗だったチームはリーグ創設3年目に11勝3敗の成績を残して AFL チャンピオンシップゲームでヒューストン・オイラーズと対戦ダブルオーバータイムの末に20から17で勝利した。 この試合の時間は77分54秒にわたり、未だにプロフットボール史上最長の試合時間となっている。AFL チャンピオンとなったものの、創設して3年間の成績が9勝28敗3分に過ぎないダラスカウボーイズの方がメディアから注目され続け、1963年にハントはチームをジョージア州アトランタか、 フロリダ州マイアミに移転させようと考えた。そこへ、カンザスシティ市長がチームの誘致に名乗りを上げ、カンザスシティミュニシパルスタジアムの拡張の約束などを行ったため、ハントは1963年5月22日にチームをカンザスシティに移転し、同年5月26日にチームの愛称をチーフスに変更した。この時新しい愛称を ファンから募集したところ4866件の応募があり、1000件以上の愛称が寄せられ、ミュールズやロイヤルズの方が票を集めたが、カンザスシティ市長のニックネームでもあったチーフスが48票を集めて選ばれた。チーフスは AFL で最もプレーオフに出場した強豪であり、3回優勝したのはチーフスのみであった。ハントは、 NFL コミッショナーのピート・ロゼールと AFL と NFL の統合について話し合い、両リーグの統合、両リーグのチャンピオン同士が争う AFL、NFL チャンピオンシップゲームを実施することを合意した。1966年シーズン、チームは AFL のチャンピオンとなって、第1回スーパーボールに出場し、グリーンベイパッカーズと対戦した。この試合で、 フレッド・ウィリアムソンのタックルで、相手 WR のボイド・ダウラーが退場したが、代わりのマックス・マギーのタッチダウンパスキャッチ、チーフスのパスがインターセプトされるなど大差で敗れた。3年後、チームは第4回スーパーボールに出場し、ミネソタ・バイキングスと対戦し、優勝を果たし、MVP には QB のレンドーソンが選ばれた。 第四回スーパーボールを導いた QB の連ンドーソン1971年12月25日のマイアミドルフィンズとのプレーオフはダブルオーバータイムまでもつれた末24から27で敗れたこの試合は82分40秒と NFL 史上最長の試合となっているその後チームは同地区のオークランドレーダースサンディエゴチャージャーズデンバーブロンコスの陰に隠れ 目立った活躍を見せなかった。1981年、ドラフト二巡で入団した RB ーディレイニーは1121ヤードを走る活躍を見せてチームは9勝7敗と1973年以来となる勝ち越しでシーズンを終えた。ディレイニーは、翌1982年に、網膜剥離の手術を受けたため出場機会は限定的となり、 ストライキで短縮されたシーズンをチームは3勝6敗で終えた。翌1983年6月29日、ディレイニーは3人の溺れた子供を助けるために建設工事現場に大雨でできた水溜まりに飛び込み、一人の子供を救ったが溺れて亡くなった。1989年にマーティショッテンハイマーがヘッドコーチに就任すると、クリスチャンを恋へのパワーラン。 デリック・トーマス、ニール・スミスラ強力ディフェンスの活躍で、プレーオフの常連となった。1989年から1998年まで、ヘッドコーチを務めたマーティ・ショッテンハイマーは1993年には、ジョー・モンタナとマーカス・アレンの加入もあり、11勝5敗と、フランチャイズ創設以来最高成績を上げて、ピッツバーグ・スティーラーズ、ヒューストン・オイラーズを破ったが、 AFC チャンピオンシップゲームでバッファロービルズに敗れた。1994年には13勝3敗となり、プレイオフでは地元でインディアナポリスコルツを迎え撃ったが、QB のスティーブ・ボノが3インターセプト、キッカーのリン・エリオットが FG を3本失敗し、7から10と敗れた。1997年には、エース QB のエルビス・ガーバックが負傷し控え QB の リッチ・ギャノンが出場し13勝3敗でシーズンを終えた。プレーオフのデンバーブロンコス戦では再びガーバックが先発したが7から10で試合に敗れた。ヘッドコーチのショッテンハイマーは1989年から1998年終了までの10シーズン101勝58敗1分、プレーオフ出場7回の成績を残し辞任。公認には ディフェンスコーディネーターのガンサーカニンガムが就任した。1997年にニール・スミスがブロンコスに移籍、デリック・トーマスも2000年1月23日に交通事故に遭い2月8日に亡くなった。カニンガムは1999年と2000年のにシーズンを16勝16敗の成績で2000年シーズン終了後にヘッドコーチを解任されセントルイスラムズを 第34回スーパーボールで優勝させたディック、バーミールが2001年からヘッドコーチとなった。バーミールは QB のトレントグリーン、RB のプリーストホームズを獲得し、それまでのディフェンスを中心としたゲームプランから一転して、オフェンスを中心としたゲームプランを用いた。2003年にチーム記録となる9連勝を含み13勝3敗でシーズンを終えたチームは、 オフェンスのいくつかのカテゴリーで NFL トップ成績を残した。またプリースト・ホームズはマーシャル・フォークが持っていたシーズン27タッチダウンランの記録を塗り替えた。プレーオフでのインディアナポリス・コルツ戦はお互いにパントを一度も蹴らないオフェンス合戦となったが31から38でコルツの勝利となった。2004年は7勝9敗と負け越し2005年には10勝6敗の 成績を上げたが、プレーオフ出場はならなかった。エース RB のホームズがシーズン中盤に故障し、ラリー・ジョンソンがその後9試合しか先発出場しなかったにもかかわらず1750ヤードを走る活躍を見せた。2005年シーズン終了とともに、バーミールはヘッドコーチを辞任した。2006年もジョンソンは活躍し、 チームは9勝7敗ながらプレーオフに進出したが、インディアナポリス・コルツ戦で、ジョンソンが抑えられ乾杯した。2008年、ASRB のジョンソンは、NFL とチーフスより3試合出場停止となり、ヘイリーヘッドコーチのチーム方針にも反発し、キャンプに不参加、トレードを志願する発言をした。その後シーズン半ばにはジョンソンは解雇された。 この年チームは2勝14敗に終わり、シーズン終了とともに、ハーマン・エドワーズヘッドコーチは解任され、後任には、アリゾナ・カージナルスのアシスタントコーチだった、トッド・ヘイリーが就任した。また DM には、ニューイングランド・ペートリオッツ時代に、トム・ブレーディをドラフト6順で指名したこともある、スコット・ビオリが就任した。2010年、ジャマール・チャールズ、トーマス・ジョーンズに敬遠された。 乱攻撃がチームを引っ張り開幕から3連勝を果たした。チャールズはこの年 NFL2 位の四百467ヤードを走る活躍を見せ、チームは10勝6敗で地区優勝を果たしたがワイルドカードプレイオフで敗れシーズンを終えた。2011年9月18日に RB チャールズが11月21日には a s QB マットキャセルが 故障者リスト入りするなどを怪我人が続出した。キャセルの離脱後は、タイラー・パルコが先発したが1勝3敗の成績しか残せず、ヘイリーはヘッドコーチを解任され、ディフェンスコーディネーターのロメオ・クレネルが、暫定ヘッドコーチとなったが、デンバーブロンコスからウェーバー工事された、QB カイル・オートンを獲得、そこまでシーズン13連勝中だった。 グリーンベイパッカーズを破る番狂わせを見せるなど、残り3試合を2勝1敗で終えた。シーズン終了後、チームはクレネルを2012年からの正式なヘッドコーチとして3年契約を結んだ。2012年12月1日にジョバン・ベルチャーが恋人を殺害、リオリ GM とクレネルの目の前で自殺するショッキングな事件を起こした。その翌日、 12月2日のカロライナ・パンサーズ戦で27から21と勝利、連敗を8でストップしたが、リーグ最低の2勝14敗でシーズンを終え、クレネルはヘッドコーチを解任された。その一方、プロポールには5人が選出された。ビオリも1月4日に GM を解任され、前年までフィラデルフィア・イーグルスのヘッドコーチだったアンディ・リードが新ヘッドコーチとなった。 アンディリードを HC に迎え、サンフランシスコ4 9ナーズから QB、アレックス・スミスを獲得し、2年連続して地区最下位だったチームの成績は上昇に転じた。2013年から4年連続して勝ち越し、2013年、2015年はワイルドカードとしてプレーオフに進出したが、カンファレンス決勝には進めなかった。2016年は地区優勝を遂げ、 第2シードとなったが、プレーオフ初戦で敗れた。2017年も連続して地区優勝を遂げたが、プレーオフ初戦で敗退した。この年最終週には、ドラフト全体10位で指名したルーキーのパトリック・マホームズが、QB として先発出場し、アレックス・スミスはシーズン後にはシントン・レッドスキンズにトレードされた。2018年から、 先発 QB に定着したパトリック・マホームズ2018年は、マホームズを先発 QB として、地区優勝を遂げ西カンファレンス1位となって第1、シードとなる。プレイオフ初戦はコルツを破り、1994年1月14日のオイラーズ戦以来となる、プレイオフ勝利を飾ったが、AFC チャンピオンシップゲームでは、ニューイングランドペイトリオッツに、 延長の末37から31で屈した。2019年、レギュラーシーズンを12勝4敗の成績で終えた、チーフスは4年連続で、地区優勝を遂げプレイオフでは、第2シードとなった。初戦では、ヒューストンテキサンズを迎え、パントブロック、パントレシーブのファンブルなど、スペシャルチームのミスで一時は0から24と大きく、リードされるものの、 マホームズの 6TD パスなどで逆転勝ちを収めた。AFC チャンピオンシップゲームでもテネシータイタンズに一時は0から10とリードされるも逆転し、第4回以来半世紀ぶりにスーパーボールに進出した。2020年2月2日の第54回スーパーボールでは4九に 3TD を上げる逆転でサンフランシスコーティナイナーズを31から20で破り、 二度目のチャンピオンに輝いた。MVP はマホームズが選ばれた。シーズンオフ、マホームズと北米スポーツ界で過去最大の契約となる10年5億300万ドルで契約延長した。2020年5年連続で地区優勝を遂げ、第1シードでプレーオフに進んだ。第1シードによる免除でプレーオフ初戦となった。 ディビジョナルプレイオフのクリーブランドブラウンズ戦では、試合途中でマホームズを負傷により失うこととなったが、交代時のリードを守りきり、AFC チャンピオンシップに進出した。マホームズはチャンピオンシップゲームでフル出場し、スーパーボールに2年連続して出場した。第55回スーパーボールでは、オフェンスライン選手の離脱や、マホームズの怪我の影響もあり、 トム・ブレーディ率いるタンパベイバッカニャーズに9から31で敗れ、連覇とはならなかった。マスコットのケ c シー・ウルフチームの初代マスコットは1963年から1988年まで活躍した白毛のウォーペイント。ウォーペイントはチーフスの各ホームゲームの開始時にフィールドを一周し、チーフスの各タッチダウン後に勝利のラップを披露していた。 2009年9月20日、チーフスのホーム開幕戦で新しいウォーペイントの馬がお披露目された。1980年代半ばには、チーフスは短期間、無名のインディアンマンが存在したが、1988年に廃止された。1989年以降、狼のケイシーウルフがチームのマスコットとして機能している。ケイシーウルフは、 カンザスシティミュニシパルスタジアムの熱心なファングループのウルフパックにちなんで命名された。今日、ケイシー・ウルフは NFL のマスコットの中でも特に人気があり、2006年にマスコット栄誉の殿堂に NFL で初めて選ばれた。1960年のチーム発足時、カンザスシティチーフスチアリーダーズが誕生した。チームの初期の頃、女性チームはチーフ・タスと呼ばれていた。 チアリーディングに加えて、1970年代初頭には、試合前とハーフタイムにパフォーマンスを行うダンスドリルチームもあった。また、1986年から1992年まで、チアリーダーは男女混合であった。1993年から2019年までは女性のみのチームだったが、2020年に一人の男性がチームに加わった。 一度対戦二度対戦永久決番にはなっていないものの以下の番号は選手の栄誉を称え現在使用されていない1960年の創設以来10人のヘッドコーチが誕生している初代ヘッドコーチのハンクストラムは1960年から1974年までチームの指揮をとりその間 AFL チャンピオンに3回スーパーボール出場2回の成績を残した マーティ・ショッテンハイマーは10シーズン中7回チームをプレーオフに導いた。彼はチーフスの歴代ヘッドコーチ中63.4%の勝率を残している。ガンサー・カニンガムは1995年から1998年および2004年から2008年にはチームのディフェンスコーディネーターを務めた。ありがとうございます。